もうバブルバックも、これで最後にしたいと思いますけれども、リファレンス6050のバブルバックですね。で、このバブルバックはですね、もう第二次世界大戦後の発売ですね。ですから1939年から45年までが第二次世界大戦ですね。で、その後に、もう1950年ぐらいだと思うんですけども、発売されたモデルですね。で、まあ機械はですね、もちろんバブルバックの NA が入ってるんですけれども、もうこのケースですね。もうこう時代がですね、アメリカ向けの輸出が中心になってくるんですね。アメリカが世界一の、経済大国になってますから。で、アメリカ向けになって、そしてどうしても時計の大型化、大きな文字盤ですよね。そういう時計が、好まれるようになってきて、ロレックスもそれに対応しなきゃならなくなるんですけれども、まだ機械がですね、追いついてないんですよね。戦争で大撃受けてますからね、スイスも。でですね、まあ別に工場が大打撃したわけじゃないですけど、要するに輸出先がですね、なかったっていうことで、まだそのキャリバーの開発っていうのが追いついていってないんですね。で、同じキャリバー、ケースも同じですね。ですけれども、ベゼルをですね、ちょっと薄くして、文字盤を大きくしてますよね。そういう跡が見れるものですね。もう最高級のバブルバッグですね、これが。で、スーパーオイスターのリューズがついてます。要するに、あれですね。もうこのリューズはスクリュー式じゃないんですね。ロレックスがこう戦後に開発した、まあ、唯一、スクリュー式じゃないパッキン式のリューズを使った、リューズですけれども。で、それがもうついてるんですね。で、この裏蓋は相変わらず太いんですけれども、膨らんでるんですけれども、ちょっと開けてみますね。で、これがですね、文字盤ですね。6050。もう6000番台に入っちゃってるんですね、リファレンスが。で、機械がこれですね。NA ですね。もう最高級の NA ですよね、これがね。もうこの後は、機械が若干大きくなっていくんですけれども、ここで、まあ一応、最終モデルになりますね。日付のついてないバブルバックとしては。で、まあこれがだからアメリカ向けにこう、もう、なっていってるわけですね。イギリスとか、ヨーロッパの経済大国が、だんだん戦争で、まあ影響で衰れていって、輸出先が、主な輸出先がアメリカになっていくんですけれども、その、まあ、最初のモデルですよね。文字盤を大きくしたんですけれども、この後ガラッとロレックスが変わってきますね。小ぶりのバブルバッグの最終モデルです。